内部岡山ドームは、岡山県岡山市北区北長瀬表町一丁目に、ある多目的ドームである。岡山市土地開発公社が所有する、旧国鉄総車場跡地のうち、財団法人岡山市公園協会が、指定管理者として、管理運営する岡山総車場跡地公園内に2003年、岡山市の多目的施設として、総工費20億円で建設された。 岡山市出身の X スポーツジャパン株式会社が岡山市公園協会から受託する形で隣接するアクションスポーツパーク岡山と共に管理運営していたが2011年4月1日から岡山市の直営管理に移行した軟式野球、少年野球、ソフトボール、その他の室内スポーツが行えるほか、コンサートやフリーマーケット、同人誌即売会、 岡山市成人式などのイベント会場としても使用されている。2006年まで岡山桃太郎祭りのプログラムの一つ、裏ラジャの一部も行われた。国鉄岡山総社場は1921年10月1日に開業し、引用連絡及び四国連絡輸送の玄関口として山陽本線、白尾線、宇野線を発着する貨物列車の蘇生を行っていたが、 1984年2月1日に創車場機能を停止した。1987年の国鉄分割民営化に伴い一部を残して用地の大半が日本国有鉄道生産事業団に移管された。1990年には創車場用地の南に隣接していた JR 貨物西岡山駅が着発線。 二役方式導入のため岡山総社場内に移転し、西岡山駅旧駅跡地も国鉄生産事業団用地となった。一方岡山市は1986年市政志向100周年の目玉事業として、千堀公園を岡山総社場跡地に誘致する構造を発表し、1990年に西岡山駅旧駅構内を含む国鉄生産事業団用地を特殊公園の 岡山千堀公園都市、その東側を駐車場用地とする都市計画決定を行った。1991年に岡山市は千堀公園計画から撤退したが、岡山市土地開発公社は1994年、特殊公園区域を含む国鉄、生産事業団用地を182億円で購入。その後2004年にかけて、周辺用地3.2ヘクタールを購入した。 岡山市は、岡山奏車場跡地の利用方法として、用地の中央に位置する特殊公園区域に、カヌー公園や3万人収容のサッカー場を建設する計画を相次いで立てたもののいずれもとんざ。その後特殊公園区域を、岡山奏車場跡地公園として、岡山市公園協会に管理を委託し、公園東地区にアクションスポーツパーク岡山と、岡山ドームを建設した。 公園区域以外の用地については二千五年、隣接する山陽本線に JR 西日本北長瀬駅が開業し駅の南口が設けられたが、公園西地区を含む残る約十二ヘクタールの利活用の目処は立っていない。岡山市は二千十年、公園区域外の西ブロックを総合福祉の拠点として医療、福祉施設を置き、東ブロックを生活拠点として 居住地域とする基本方針をまとめ、このうち西ブロックの一部については、仮称、岡山総合医療センターの用地とする考えを明らかにした。ありがとうございます。